ガランとした薄暗い。親父は俺を喧嘩相手と認めた。恐竜級のアフリカ像と戦ったらしい。ならば俺は誰と戦えばいい？出る。象より強い相手はもうそこにいる。象より強いってこいつ。そう、カマキリだ。子と戦うという一点において昆虫はプロ中のプロだ。猛獣なんて目じゃない。トラやライオンは800キロ前後の獲物を何とか引きずって運ぶらしい。ならば昆虫はどうか。ルミナの体重が30キロとして200キロの男を学校から自宅まで運ぶことを考えてみな。いや、無理っす。手に取った時に感じるはずだ。体重は俺たちの数千分の1だ。あの足で蹴られたら、あの牙に挟まれたら、無事では済まない。古代中国憲法でもカマキリの東方から灯籠拳を作り上げたことはあまりにも有名だ。打撃、グラウンド、噛みつき。もし彼らが100キロを超えたなら必ずアフリカゾウを捕食する。でもちっちゃい。今この世に存在しないマイケルが現れたんだ。作れるんだ。体重100キロのカマキリとの試合が作れるんだ。見えない。バキさんの脳が作り出した想像上のカマキリに緊張している。一体どんな怪物を見てるんだ。体重100キロのカマキリは200キロ以上のトラやライオンよりはるかに強い。これって捕まってるカマキリに。マキさんの動きは徐々に格闘技ですらなくなっていた。何もない空中を攻撃し、何もない空中から来る攻撃を防いでいる。見つめた。ホルスターを見るとそこに入るものの形が分かるように見えてくる。何もない空間に少しずつ見えてくる。バキさんが作り出したそれは虫のくせに体重100キロ以上。そんなものとバキさんは堂々と向き合っている。バキさんのお父さんは恐竜のようなアフリカゾウをやっつけたらしい。もし彼らがもし昆虫のサイズなら、その強さはせいぜいイモムシ。なるほどね。だから人間には必ず起こる脳震盪がない。頭部への攻撃が効かない。バック取ってもしっかり見られてんじゃん。しかも力強っ。無茶だ。昆虫と力比べなんて。人であれ獣であれ虫であれ、やれることは決まってる。普通にでもやる。何が起こってもやる。何も起きなくてもやる。やれることをやる。通用しない。こうまでしてやることじゃない。いくらリアルに敵を想像することが効果的とはいえ、そこに幻影を作り出しそいつと戦うわけで、試合や決闘じゃあるまいし、こうまでしてやることじゃない。僕の心配をよそに、あいつはますます実物チックになり。あれを持つ相手に資格は存在しない。どこにも逃げ場がない。逃げ場？あいつと戦う時にも逃げ場を探すのか。カマキリと戦うオリジナル。柔らかな感触、
使った打撃はこれ。これって灯籠拳。昔々中国のお話。ん？なんだ？ある日林の中、とんでもないものを見たそうなカマキリ。こりゃどう考えても勝つのはスズメだろうな。なんと！アモンの予想を裏切り、こんな昆虫が勝つなんて。カマキリの強さに痛く心を打たれたアモンは剣法を作ってしまったそうな。その剣法の名はもちろん灯籠拳。その構えはファイティングポーズというよりはカマキリを真似ているように見えた。格闘技にはあって他の競技には存在しないもの。それはどっちが強いんだ。人間の強さへの探求心はどこまでも深く、そしてとうとうバキさんは意志の世界から一周回って見たか、ルミナ。こいつらには同じ昆虫界に天敵がいない。攻撃は強力で抜群にうまいが、防御となるとからっきし。なんか見えてきた。その動きのそこここに見える確かなウィークポイント。体が対応している。体が教えてくれる。顔がなんか余裕。それはもうカマキリとカマキリというよりは鳥バーサス虫を見ているような。あんなに凶暴だったカマキリも今は逃げてばかり。